見たの。こんにちは。マッスルミネルって言います。待ってます。マッスル。マッスルです。関根さん、はい、今日はなんと、業界が話題沸騰中。話題ですよ。はい、ワイホジム大丈夫ですか。ダメダメ怒られます。こんなところにジムができたんだ。すごい。まあ、今日も今日こそ、はい、マジで下手だ。本当ですか。本当ですか。スポンサーついてます。そうですよ。スポンサーついてて、ね、ジムオープンしました。はい、下手なんか言えないんですよ。オープン。ギフトジムさんどんな内容になってるのかとか、どういうサービスがあるのかとか。そうですよ。はい。会費めっちゃ高いっていうふうに噂じゃないですか。噂。じゃその会費に見合ったサービスなのかとか。そうです、うん。はい。そこをちょっとね、僕らが解剖していきましょう。解剖していきましょう。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここが入り口で地下3階線の。地下3階。バイオの面みたいな。バイオの面。何から逃げてんだ。そうそうそう。アパレルがここで買えるんですね。買えちゃうんですよ。伸びるんですよ。あ、これ伸びるんだ。そうそう。俺のも今日同じ格好のやつ。あ、そう、関根さん今日ね、リフトで。全身リフト。全身リフトで。そうそうそう。上もリフト、はい、下もリフト、はい、ここは親からまたギフト。いいできる、いいできる。ミステじゃないの。ミステじゃないの。どうでこんな種類やったの。最近チロルチョコとコラボしたんですよ。俺知らなかった、これやっぱ種類やったの。あ、そうですか。そうか、関根さんも、ね、飲めないからね。そうそうそう。そういうプロテインなんですよ。で、リフトのそういうプロテインね、めっちゃ美味しいんですよ。あ、そうなんですか。で、何十飲めるんだね。飲みたい。飲みたい。じゃあラウンジャー候補来たね。ラウンジャー候補見てください。これですよ。入り口ですね。はい。近未来的な。スペースマウンテンみたいな。いや、本当本当。入っていきましょう。あかねえな。なんかやばいぞ、照明がね。わ、すごいよ、これ照明とか。すごい。トレーナーさんもいっぱいいる。あ、これトレーナーさんだ。スタッフさん。あ、スタッフさんだ。スタッフさんいっぱいいる。何やってんの。スタッフさんがいっぱいいる。これスタッフじゃない。スタッフさんじゃない。なんか形違うから。これマスタートレーナーみたいな。マスタートレーナーじゃないこれ。リフトジムはね、はい、更衣室がもういい匂いするの。更衣室がいい匂いするってなかなかないですからね。うんうん、はい、あ、すごいな。そうなんですか。失礼します。こっちもちんびょーん。声張ってください。言うな、言うな、声張って。あ、本当だ、いい匂いするわ。ここで靴を脱がないと、はい、半殺しなんで。え、怖っ。急に厳しいじゃないですか。おー、すごい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 。タッチパネル式だ。例えば、まあ僕の誕生日ですよ。うん、1230。うん。あ、閉まっちゃった。閉まった。すごい。で、俺の誕生日で開く。開くんですよ。何してるんですか。訳分かんないじゃないですか。これで安心ですよね。4桁ね。で、1230です。おー、すごいわ。これ防犯だ。防犯ですね。これめちゃくちゃお金しかない。そうですね。キーとかって持ち歩くのもめんどくさいじゃないですか。いや、そうですね。分室もあるし。なくしそうだから。ここは極力ね、もう手ぶらでこれになってるんですよ。うん。うわ、綺麗。これがジムの男性更衣室のパウダールームか。そうですよ。灰皿も完備してるし、灰皿。違います。ダメです。絶対消えるでしょ。僕も全然知識がないからなんですけど、はい、すごいいいドライヤー。そうなんですか。知ってる人は、うわ、すげえなと思います。あ、そうですか。うん、シャワールームもちゃんと。シャワールーム、シャワールームこっち。すごい綺麗。ちょ、これカメラいいですか、借りて、うん。シャンプーめっちゃいいやつですよ、これ多分。うん、全部エコだわ。全部エコ。全部エコ。これ勘でやってるしかない。そう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 。そうだ、最悪全部ボディソープで焼けちゃうから焼けちゃう、焼けちゃう、そうそう、あ、シャワー4つあるんだ、すげえ。あ、4つ、すごいっすね。じゃあ困らないわ、全然ね、ほんとすごいわ。めちゃくちゃ綺麗、清掃も行き渡ってるし。そうですね。うん、素晴らしい。これすごくないですか。すごいです、これ。おぉ、これ見てください。ウォータークーラー、ウォータークーラー。何があってね、はい、大体来るのってね、ペッて来るんですよね。強い。こうやって見てください。優しい。目つぶっちゃいそうですね。優しすぎて。ビロビロ出ちゃう。ビロ出ちゃう。こっち。こっちもあんだ。シェイカーとかね。ああ、そういうことだ。さすがにここにね、こうやってやった。いや、ないないですよ。やりたかったけど。やりたかったけど、出来上がっちゃうから。このままジムの中。ちょっとじゃあマシンとか。はい、マシン。見てください、この開放感。ある。宇宙空間みたいな。宇宙空間ですよね、うん、はい、すごいですよ。実はまだこれマシン全部揃ってなくて、はい、
本来来るマシンがもうちょっと時間経つんですって、納期まで。あ、そうなんすか。それまでちょっと代替で入ってるマシンとかもあるんですけど、もうちょっと時間が経ったら、もっとこう、こだわりのマシンが、こだわりのマシンが、わーって広がるんで、そしたらまた来ましょう。そうですね、はい、そうですね、はい、すごいわ。すごいですよ。改良がすごいこだわってるマシンですよ。階段もそうだし、ランニングマシン、ふかふかなんですよ。え、少しふかっとする。ほんとだ、関節とかへのね、負荷とかも、いや、すごいと思います。多分、だいぶ軽減できると思うんですよね。スミスが2種類あるそう。垂直と軽減。そうなんですよ、すごいですよ。僕結構まっすぐ好きなんですよ。自分好きっすね。ただ斜めしかない場所もあるじゃないですか。ほとんどそうですね、最近。最近、僕まっすぐ結構好きなんで、これ両方あるってね、すごい。すごいね、なんだろう、こだわりが。はい。だからね、ダンベル全部リフト、しかもイバンコの、いいやつ。イバンコなんですか。イバンコなんですか。ほんとほんとだ。ピンクラインのベンチプレス台がある。なかなかないですよ ね、 ないすね、ピンクラインでやるっていうのが。しかもここに補助できる。そうなんですよ、ね、そういうことはしないでください。本当にない、はい、そういうことしたら本当にできなかった。回5倍ここはね、背中と胸がすごいって気持ちしてます。確かに。でこの後入ってくるマシンも、はい、背中と胸がいっぱいあります。肩も入ってくるので、はい、これ全部ないと思います。パックみたいな、こんな感じかな。わ、これ関根さんがやると迫力すごい。わ、すごいよ。すごいすごい。もう下がるこれ、これで、これね、なんですか。うん、ゲームもあって、はい、アタッチメントもこんなにいっぱいあって、すごいな、アタッチメントいっぱいあって、はい、おこれ前回のあれじゃないですか。プレゼントしました。あ、そうなんですか。うん、次がプレゼントしたの。エディ君プレゼントしたから。エディ君プレゼントしたから。これ田口君のジムに置いてあったんです。あ、そうなんですか。田口純平さんのジムに置いてあった、はい、ホイーストっていうのかな。そう、それが こっちに移動して。あ、そうなんですか。そうだ。田口さん。スタッフの山本さんに来ていただきました。はい、山本です。ありがとうございます。よろしくお願いします。何回目？ 3 回目？そうですね。あのパーティーとかで。そうですね。うん、そうそうそう。パーティー。リフトジムの会費がね、ゾワゾワするなんて聞いたんで。そうですよ。プランとして大きく2つございます。はい、スタンダードプラン52、無制限に無料でいきますね。はい、プランでございまして、さらにシルバーメダルの会員カードですね。私がかっこいい、めちゃくちゃかっこいいです。はい、これが財布に入ってるだけで、はい、もうなんかブランド力ですよね。本当そう思います。めちゃくちゃかっこいいよ。さらにですね、リフトのアイテム、オールアイテムが 5% から 15% オフの割引もございますので、普段販売されてるリフトさんの商品を 5% から 15% オフで買えると。そうです。それは素晴らしいですね。お料理安いですよ。あ、そうなんですか。俺2パオフだから。2パオフ。それ嫌われてますよ。でさらにもう一つのプランですね、うん、ございまして、そちらがですねオプションであったり、はい、プロテインの1杯サービスがあるアドバンスのプランですね。先ほどのプラスアルファレンタルウェアだったり、これリフトのウェアになります。はい、こちらですね。こんなシャツ、こちらですね。はい、めっちゃいいじゃないですか。これかっこいい。あとレンタルシューズですね、はい、あとレンタルタオル、はいはい、あとプロテイン1杯無料で、リフトのプロテインが。あ、じゃあレンタルも無料。無料です。本当にパンツ一丁で食えますよね。なります。パンツ一丁で食えないけど、パンツ一丁ぐらいで食えますよね。そうです。例えば会社帰り、手ぶらで来れるので、女性の方だったりも、そこおすすめで。どうせ全部借りるんだったら、絶対一番いいパンツにした方がね、そうですね、来る頻度によっては。そうですね。確かに。今、なんといっても、グランドオープンキャンペーンやってますので、グランドオープンキャンペーンやってますか？キャンペーンやってます。入会金、通常2万2000円かかるんですけども、こちらがですね、なんと0円です。ゼロ。で、こちらが店員に達した時点でもう終了してしまうので、早もん勝ちですね。早もん勝ち。早もん勝ち。ちなみにウィークパスは？ウィークパスですね、こちらが1週間トライアルになりますので、1週間52。お使いいただけます。ワンデーパスがない代わりに、ワンウィークからですね。はい、そういうことなんだ。ビジターがないのがいいなと思っていて、そうそうそうですね。誰でも彼でも取れるようになっちゃうので、そうですね。やっぱちょっと他のお客様、既存の方が使いづらいとか、使いづらくなっちゃったりするので、しっかりとルールを守って、ね、マナーよく使える方を、ね、来ていただくっていう。さらになんですけど、はい、女性の方、はい、25% オフ割引が。なので、もっといいわ。そうです。スタンダードプランであれば2万2000円から1万6000円くらい。
安いトップ の、 あの選手ももちろんですけど、トップ初心者の方から女性の方も、はい、あの使いやすい施設やございます。いや本当です本当です、タイプに当たってね企業使われてますよ本当に。本当そう思いますね、うんうん、山本さんありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいのにオープンの翌日ですから。そうですね、そうか、本当申し訳ないです。まだ2日目なるべくこれ早く出しますんで、はい、まだ多分オープンして1週間経ってないぐらいの状況でお届けできてると思いますんで、うんうん、そうですそうですね、はい、キャンペーン間に合うかもしれない。そうですね、はい、ぜひと思いますんで、はい、ビッチもめちゃくちゃいいし、はい、スタッフさんも素敵ですし、はい、もうジム内も綺麗だし、言うことないと思う、言うことない、うん、で会費高いと思われる人いるかもしれないけど、うん、なんか納得の金額かなって。それ以上に2回でやりますよね。そうですね、うん、はい、思いますんで、ぜひリフトジムさんお越しください。はい、今日ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。